ハートありがとうございます。ハイチ君キネルありがとう。皆さんおはようございます。はよ、今日はちょっとね、朝ちょっと長いことできないんですけど、21時からシュルームするんで、みなたちを押さないための誓い、はい、好きなソって名前の方がいる、かわいい、ハートありがとう。でさ、気になるワンツブさん、ハートありがとう。5月もよろしく。あ、そうじゃん、5月になりました。5月もね、ぜひとも仲良くしてください。よろしくお願いします。あっちゅう間にだ、ほんまにもう夏ですよ。まあまだ春ですけど、まだ春か、あ、6月から夏だよね。まだ春だけど、まあ止めてのさん、ハートありがとう。ねえ、確かにね、ちょっと梅雨がめんどくさいよね。私もさ、低気圧、偏頭痛が来るので、雨降るとちょっと頭痛くなるんで、ちょっとそれがめんどくさいなっていう感じですね。昨日もちょっと頭痛くて、昨日ちょっとなんかめっちゃ雨降ったわけじゃないんですけど、昨日なんか雨ちらほら降るみたいな感じで、ちょっと痛い痛いってなったんで、ちょっとそれだけは。小学校の時雨好きだったんですけどね。トシさん、ハートありがとう。昔からさ、かわいい、ありがとう。傘させるんだよ、私。雨好きだったんですけど、小学校の時は。もうでも、バラとしちゃん、ハートありがとう。コスタサスクスの好きだった、なんかとか、ね、濡れるのも好きだった。雨に濡れるのも、嫌なこと全部忘れさせてくれるような気がして。詩人になった感じ、なんかみたいな。さん、キョピさん、ありがとう。偏頭痛の原因って200ぐらいある。まあね、雨だけじゃないよね。その肩凝ってたらなったりするし。健太さん、ありがとう。怒ってしまう。今日の布団暗いけど。雨ってね、バリバリ雨ってね。あ、でも昼から止むわ。3時ぐらいから止む。あ、今日寒いね。19度。見つけた奇跡はあやふやだけど心の平
柔らかくほら撫でてく、今日という名の手筆が描こうとしてる眩しいもみ、一瞬が永遠の色彩。こちらは昼から雨予報、あ、バトンタッチ、やばい、お腹すいたわ。静かな水まりへそっと落ちてく、小さなたった一つ、じゃん、カフェラテ。鈴木、今日はとりあえず7時までで30分だけしてっていう感じにしようと思うので、よろしくお願いします。ちょっと朝短いけど21時から待っててねっていう感じで、よろしくお願いします。ちょっとね、準備しなきゃいけないんで今日早いんです、すぐに早いんで、いつもと同じ時間だったら大丈夫だけどね、私の心の余裕と。あじゃーん、このゴディバのやパン食べます。無限のメロディー、ちぎりパン、おう、なんかチョコチョコがこの辺にもついてる、絶対ちゃうやろ、なんかこれ好きなんですよね、このチョコチップ上に乗ってるやつ。てか普通にさ、ちぎりパン好き。パンとカフェラテは合いまって、このチリリパンさ、
ちぎった1個丸ごと食べたらもう6口ぐらいしかない。いただいたんですよ。いつもありがとうございます。もう読みましたからね、あの歌詞も書いてくださってありがとう。結構私と皆さんのことだったり自分のことに刺さる歌詞でしたね。じゃん、さとみくんのアクリルスタンドもらった。ありがとう。私こういうのマジで買わないけ、こういうアクスタとかマジで買わんけ、ね、マジで貴重、嬉しい。じゃあすげえ。すごい。じゃーん、さとみくん。キャスターが増えていくぞ。じゃん、東海太陽のステッカーと、もう全部開けちゃったんですけど、だからこの クリアなカードのやつは平次が出ました。なんかね、これ面白くて、安室さんなんですけど、ペタカードみたいな。あ、なんかくっつかなくなった。なんかこれとこれが裏でこうくっついて、なんかペタみたいな、で1枚のカードみたいになるみたいな感じだったんですよ。でこれ開けた時はくっついたんですけど、もうくっつかなくなっちゃった。はい、あの安室さんです。じゃあこちら、このあの種類の中で私一番欲しかったテーモプラオが出ました。イエーイ、嬉しい、マジで嬉しい。ああテーモプラオとは僕のことさ。オペラオ出た、嬉しい。じゃん、平次のステッカー。じゃん、そしてこちらさとみくんが出ました。カンボッチ、イエーイ。このさとみくんの絵柄かわいい、バブって。でじゃん、コナンくんのやつはキットが出たんですけど、すごいね、これねマットなんですよ。なんか普通のやつはこういう感じなんですけど、マットのやつですごくかわいい。見て、じゃん、さとみくんのこのなんかめっちゃ分厚いアクリルブロックキーホルダーですね。推し活するときにつけたいと思います。でこちら
2人がいない時の一応6人ユニットなんですけど、6人グループか6人グループなんですけど、ちょっと2人がいない時のストップリで、じゃーん、こちらバッチクリップみたいな、こうやってもつけれるし、この安全ピンついてるんでこうやってもつけれるみたいな。で、北さんとスイープ投手でございます。で、最後にじゃーん、こちら診断ですね。こちら私このめっちゃ好きなの、名前忘れちゃったんだけど、鬼様変幻の仮面いただきました、ワンボックスで。めっちゃ開けたいんですけど、ちょっと時間がないんで、開けてる時間はちょっとさすがになさそうなんでちょっとまた今度開けますね。配信で開けよう。そう、配信で開けようって思っててさ、もう一個あるよねまだ開けてないやつ、こっち、これも開けてないもの結構開封動画出さなきゃなってYouTuber みたいな、まだアップしないんだけど動画みたいな。このポストカードとか使いたいんですよね、いただいたんですけど、好きなんですよポストカード、なんかでも使いたいな気持ちもあるけど、これは使うもんじゃないかな多分ね元あれ ほら見て、このテイヤモープラオとさ、これでさお揃いでこうやってさつけてさ、え、かわいい、テイユモプロバッチバッチある、バッグ作ろう、かわいい、そう買わなきゃ、いろいろ今コナンくんじゃないですか、このクリアの買って、でこういうやつをねこうやってつけたいんですよ、クリアの iPhone ケースを買わなきゃいけないんですけど、買うのめんどくさくて買ってないのです。ステッカーどうしよう、こんなに売ってないよね、だからあれステッカーどこに入れるかな、こっちかな、あ、違う違う、多分こっちか、あれ何も入ってないぞ、これか、これだ、カード系、マジステッカーどこやったの、ちょっとここに入れとこ、ね、このステッカー何に貼ろうかな、
いただいたやつ全部つけたいの、どこ。まああれかな、キャリー、キャリーケース。プレゼントを送ってくれた方が毎回のようにあの私の推しグッズを送ってくださるんで、めっちゃ充実してきた。iPhone 何か分からんとケース選ぶ、一応13プロです、多分。ガチ普通のなんかあの透明なやつが欲しくて、でここにあの推しグッズペタって貼って、貼るというかなんか中に入れるみたいな。でここなんか出てるんですよね。でそれをこう紐でくっつけてこうぶら下がるみたいな、その紐を持ってるんですよ。携帯の裏にいっぱい入れとったら、え、ちょっと待って、何見たのか分かんない、もう色あせちゃって。私映画館のやつはね全部入れてたんですけど、この中に。あ、ミステリーで言わなかれた。これはまだ見える。私の常連よく行くお店のステッカーでいただいたのと、あ、もうこれも綺麗に切るでしょ。バイトのやつがいてますね。もう色あせちゃってますね。な、何、もう白いから見たの。あ、神戸のやつね。あ、これオーディションの日だ。じゃん、友達。あ、危ねえ。友達との写真がもうね、見て、ここ色あせちゃってさ、見て、ほら、最悪。アマトロオラドヨメキ、バイトしてるの？そうだよ。バイトに履歴書みたいなのを送るときに取りに行った。汗ばむドレス、何のだったっていうね、どちらに走って止まらないこの感情。もう5日も経ったの？まだマイナンバーカード作ってなかった。作りな、マイナンバーカード。キポンキポン。
アロンゾさん、キンダル、ありがとうございます。キンダルってやばいね、その略し。もうシュークさん、だるい、だるいは言わないね、めんどくさいっていうか、キンダル、なんか最上級のだるさみたいな。キンダル、それはキンダルよねみたいなさ。ねえ、そしてさ、ハート作ってありがとうございます。わしはマイナンバーカード作ってるよ。あるよ、もうお仕事行ってきます。行ってらっしゃい、風船頑張って。ヒーターザンコさん、あるま、ヒトリと普通の、ありがとう。マイナンバーカードの私の顔やばいよこれだもんセットしてない髪、もうこの状態、このもう前髪分けてって合ってる写真顔写真やばいよ。やばすぎって自分でも思ったけど、でもなんかもうお父さんがいいよみたいな。何が始まるこのストーリー、最後レベルでは気がつかぬ自信。なんかちょうど淡路にいる時にやって、お父さんって言ってくれて、その時に撮られた写真なんで、めっちゃもう、いや可愛いよね、もう寝起きではないね、なんかもうオフオフですみたいな、オフどかです。逆にさ、あのパスポートの顔写真めっちゃ漏れとるんよ。漏れとるって言いや、あのそれと比べたら漏れとる。ちゃんとめっちゃ化粧 しとるし、もうこの状態だけ、マジでこの状態の写真が載ってますって感じ。位置についてやばい、7時になっちゃった、準備しなきゃいけないだろーい気になる気になるだわ、どうしよう、メイクめんどくさい。風を聞いてた、一景的の中に、早いね時間というのは。いつもさ2時間やっとるじゃん、だけどなんかすごい短く感じるね、すごい。ちょっとこれからみんなで流行らせていきましょう。キンダル、めんたいチャリさん、キンハ、ありがとうございます。それもちキンダルだわ、これマジでうちらでしか分からんから言わないでね、ここでしか言わないで、絶対なんか変な顔される。マジ好き、あれ
き好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 き、バイト言ってそう。気になる、いや気になるだ。ちょっと待って、でも説明がめずいよ。なんかショールームで 金色のだるまっていうのがあって、それをちょっと略した金だるになって、なんかあだるさの極みみたいな。なんか急に軽い。私こんなに陰キャなのに急になんか軽いさ、あ金だるみたいな。何か金だるやね。じゃあ皆さん、これから私が気になるって言ったら気になる。嘘です嘘です嘘です。あマジ、あマジ気になる。ちょ、え今日マジ気になるじゃね。超気になるなんだけど。チャルチャッサヨ、チャルチャッサヨ。ね、そうそう。そうそうかい。はい、5月になりましたよ、皆さん。皆さん5月もよろしくお願いします。それではマピュージャンス持っちゃったんで終わりたいと思います。私の配信は何これ、キングか。はい、なんかえめっちゃ動かないと思ったら、めっちゃなんか配信画面動かないと思ったらコメント止まってた。アナンドさん気になる、ふ気になる、ありがとう。はい、皆さん今日もありがとう。次は21時からの配信なんでよろしくお願いします。コメント止まってた今。いやまた21時からですよ、皆さん忘れないでくださいね。夜にお会いしましょう。では全然読みますね。13位プレスチャリさん、12位青さん、11位ハンシ君、最後見届けてきました、病院に私の分も見届けてきてね、山口で。第10位が明太チャリさん、9位タカトラさんかな、8位スペクトルさん、7位山つかれさん、6位ふさん、5位ワンチョブさん、4位醤油団子さん、水大戦がホッタン。5月も楽しんでいこうね、キンダルにならず仕事頑張る、えキンダルにならないのが一番ですね。で第2位がモーさん、ありがとうございます。そしてそして本日の第1位はトシさんです、ありがとうございます。本日じゃないね、今日の朝のお配信ははいです。では、仲間いいんですけれども、また21時からショールーム配信するので、皆さん時間空いてらっしゃる方は見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。あじゃあその時にでもポケモンカードあげようかな、あげようかな、それも開けようかなと思いますので、はいよろしくお願いします。
じゃあ皆さん今日も頑張っていきましょうね。私も頑張ってきます。とりあえず私は準備したいと思うんですから。じゃあ皆さんおやすみなさい。またね、バイバイ。